でもなんかあれですね、今日なんかステージに何かありますね皆さん。ライトかな。いやライト、ライトじゃない、ライトじゃないですか。なんか左、うん、左見ていただいたら綺麗な海が、海もあるんですけど、その手前ピアノが、いやそうなんですよ、本当にもうちょっと、本当にどうしましょう。クランクアップして、はい、あーやったピアノから解放されたと思ってこの前プサン国際映画祭でピアノ弾いちゃうってなって、はい、ちょっと練習しなきゃやばいぞと思って、はい、そっからまたちょっと練習したんで、あの、終わってから全く聞いてないわけではないんですけど。そっから決まったんですか。そうですそうです。じゃあもう1ヶ月前ぐらいですかね、かな、プサンの時はそうでしたね、うん。じゃあ今日のこのために練習してくださってるんですか。そうすごくないです皆さん。でも皆さんちょっと お手柔らかにお願いしますね。お手柔らかに、うん、はい、ちょっと手が冷えちゃってるかもしれない。ちょっと手が冷えて、いや寒いから手冷えますもんね、はい、じゃあなるべく早く今引いた方がいいですね。そうですね。じゃあ準備の方をじゃあしていただいて、はいはいはい、有村さんは実際に、あ、はい、そのままの場所で大丈夫ですよ、はいはい、有村さんも間近で、うんうん、ね、そのピアノ見てこられたと思うんですが、はい、うん、すごい難しいアレンジとか入ってません？いやそうですね、うん、もうどんどんその練習、先生と練習されていく中で、はい、あ、ここまで弾けるんだったらもっとこうしよう、ああしようっていう、どんどんプラスアルファでできるからこそやられてたみたいな。もう早くやった方がいいです、ね、ずっと手を温めてらっしゃるから。では準備の方よろしいでしょうか、はい、うわ皆さん貴重な瞬間です。ぜひじっくりとご覧ください、では坂口さん、すごい、よろしくお願いいたします。頑張れ。じゃない緊張と、うんうんうん、ちょっとまあ ねちょこちょこ踏み外しましたけれども、いや、はい、めっちゃグッときませんでした。なんかもう、ね、泣いちゃった、なんかすごい。いやいや、大丈夫だった、ちょっとやべっていう時が時々あったんですけど、何のブランクも感じません。あ、本当、いや、はい、本当になんかこのためにね準備してくださったっていうのがもうすごい嬉しいし、すいません、ちょっとつたないものをお見せ、いやお聞かせしましたけれども、い、はい、ね、ピアノを習ってるわけじゃないもんね。そうだね、本当すごい、本当になんか
今小樽のね町にこのピアノが響いたのがすごいなんか素敵な時間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。改めてもう一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。